こんにちは、川野ゆうまです。今日はですね、オーストラリアのメルボルンのコーヒーシーンのお話をしようかなと思っております。まあコーヒーの聖地とも言われている場所なんですけども、先日行ってきておりまして、そのコーヒーショップを回ってきた時の様子とともにお話してみようかなと。で、後半はですね、一応メルボルンを見て日本のコーヒーシーンをじゃあどう思うか、そんなお話も、まあ、緩くですね、コーヒー入れながらお話ししていこうかなと思っております。でメルボルンなんですけど、今回僕は、まあ、4年ぶりに行ったのかな、最後に行ったのがコロナ前で、コロナ後初めて行ったわけなんですが、で9月の末に、メルボルンで南半球最大のコーヒーの展示会イベントであるメルボルンインターナショナルコーヒーエキスポ、通称マイスっていうイベントがありまして、ここに僕も、参加してきて、まあ、めちゃくちゃでかいイベントなんですけど、200以上のブース、まあ、コーヒー関連の、企業のブースがザーッと並んで、で奥には2つ、イベント会場があって、そこでコーヒーの、まあ、大会が行われていて、1つがワールドバリスタチャンピオンシップ、通称 WBC と言われる、まあ、バリスタの世界一を決める大会、まあ、各国1位になったバリスタがそこで世界戦を行うんですけど、それが行われていて、もう1つはブリュワーズカップっていう、まあ、手を使って抽出するコーヒーの、まあ、美味しさを競う大会の世界戦が行われていて、まあ、そんな感じでめちゃくちゃ、まあ、にぎわって、注目が集まった4日間のイベントだったんですけど、僕は2017年ぐらいから一緒にコーヒーの生産を行っているインドネシアのバリ島のコーヒー生産者チームがそこでブースを構えるっていうことで、そのお手伝いで行ってきたわけなんですが、そのイベント自体が10時から17時までのイベントなんですね。なので10時までイベント会場に行くまではちょっと時間があるんで、そこで6日間滞在してたんで、僕はその、朝の時間を使っていろんなコーヒー屋さんをバリ島のチームと一緒に回ってきて、それでまあ見てきたことを改めてね、今日は共有しようかなというふうに思っています。でまあメルボルンのコーヒーシーン、なんでそんなにこうすごいとか、まあ聖地とかね、まあこう言われるのかっていうふうに言うと、まずはやっぱり飲まれる杯数、1店舗での1日に出る杯数が桁が違うぐらいめちゃくちゃ出てます。でまあ賑わってるお店とか人気店だと1日平気で1000杯コーヒーが売れてるんで、これがねめちゃくちゃすごいと思うんですよ。それもお店の営業時間っていうのが朝の、まあみんな朝から活動するんで、朝の7時とか7時半とかにコーヒーショップが開いて、でそのオープンと同時ぐらいからもうバーッとお客さんがずっとひっきりなしに来て、で朝の出勤前にコーヒーも飲んで、でちょっと新聞読んだり友達と話したりして、で2杯目のコーヒー持ってオフィスに行くとか、でランチ前ランチ後ずっと、まあ、働いてる人もそうじゃない人もずっとコーヒーを飲みに来ると、そんな感じの、まあ、1日で、しかもコーヒー屋さんが閉まるのが早いお店で3時で、4時5時にはもうほぼ全てのコーヒーショップがクローズして、でそれで営業を終える、だからその間の時間で1000杯売るっていうところが本当に今すごいな。日本だったら例えば東京でコーヒーショップを始めたとしても、まあ1日100杯売れればいいとかっていう風に、まあ、いいお店っていう風に思われたりするぐらいなんじゃないかなっていう風に思うと、そのまあ桁が違うぐらいやっぱ売れてるっていうわけで、そのなんかお店の活気とか、まあ、なんでこんな売れるんだろうとか、やっぱ日常にコーヒーが本当に根付いてんだなとか、そんなことを感じられるっていうのがオーストラリアのメルボルンの、まあ、大きい日本にはない特徴かな。でどういうドリンクが出ているかっていうと、基本的にはエスプレッソベースのドリンク、まあ、オーダーのどうですかね、7割8割ぐらいがラテカプチーノ系ミルク系のドリンクかなと思います、パッと見てる感じは。で残りが、まあ、エスプレッソかアメリカーノか、まあ、エスプレッソ飲む人は日本よりかは全然多いかなっていう感じですね。であとは、フィルターコーヒー、日本でいう、まあ、ドリップコーヒーなんですけど、忙しいお店で一杯ずつドリップしてたら回んないし、お客さんも待ってまだかなっていう風になっちゃうんで、まあ、バンバンコーヒーを出していくっていう意味でバッチブリューっていう抽出方法を使っていることが多くて、バッチブリューっていうのは大きいドリップマシンを使ってまとめて大量に、まあ大きいドリップをする、機械でのドリップをして、それをポットから注いでお客さんにバンバン出していくっていうやり方の、まあ紙でこしてるんでフィルターコーヒーですけど、フィルターコーヒーの中にも2個あって、ハンドドリップとバッチブリューで、基本的にはこのバッチブリューの方が主に採用されてて、たまにハンドドリップを、しっかりやってるお店があると、そんな感じのイメージですかね。だからまあほとんどもうラテ系がバンバン出て、でバッチブリュー、まあ、ブラック飲むならバッチブリューかエスプレッソかっていう感じでみんな楽しんでると、そんな感じのお店です。でまあメルボルンに行ってきたよって話をすると、
どこが美味しかったっていう風に聞かれたりするんですけど、まあ、僕としてはあんまりそこ大事じゃなくて、まあもちろん美味しかったお店もあるし、美味しかったコーヒー、印象の中のコーヒーあるんですけど、どこのお店が厳密に美味しいかっていうことはあんまり僕は興味を持って回ってなくて、だから美味しかったからどう、美味しくなかったからどうっていうよりかは、例えば自分がマックス美味しいと思わなかったコーヒーだったとしても、そのお店で飲んだコーヒーがそのお店で1000倍売れてたとしたら、その少なからずそのお店に来てるお客さんにとっては美味しい、心地いい、また飲みたいと思われてるはずで、それがなんでなんだろう、なぜそのお店は愛されていて、どんな要素でそのお客さんは満足していて、そんなお店がなぜメルボルンにはたくさんあるんだろうっていうことに関心があったので、自分の主観で好きなコーヒーだったか美味しいかっていうことももちろん楽しむんですが、一方では僕としては、なんでどんな要素でその、まあ、エネルギーというかね、そのコーヒー屋は、まあ、受け入れられてるんだろうっていうことに関心があったので、なので今日はどこのコーヒー屋のコーヒーが美味しかったかっていう話はせず、どこのコーヒーがイケてたか、良かったか、自分にとって好きだったか、興味深かったか、そんなところで、紹介したいなと思って、で、まあ、いろいろお店は回ったんですが、日本人がね運営してるお店があったりとか、ハンドドリップにフォーカスしてるお店があったりとか、前4年前に行った時にはなかったお店もあったりしたんですが、まあ印象に残ったお店は3つあって、一つがパトリシア、もう一つがスモールバッチ、もう一つがマーケットレーンコーヒーです。で、今日はまあパトリシアのコーヒー豆買ってきたんで、これを後半入れてみようかなと思ってはいるんですが、まずこのパトリシアのお話をしてみようかなと思います。まあお店一個ずつ話してちょっと今日長くなっちゃうかもしれないですけど、まあまあ聞いていただけたらと思うんですが、パトリシアは本当にね、まあ伝説的な店ですね。僕はそう思うし、日本のコーヒー屋の中でもやっぱパトリシアすげえよなってみんな言ってると思います。だそのぐらい、まあ飛行機代払ってでも行ってそのコーヒー屋に行く価値があると僕は思う、そんなお店なんですけど、何がすごいってサービスが僕はすごいなと思うんですよ。まあコーヒー屋に行ったら、僕はね、まあコーヒーの美味しさだけじゃないよって話をさっきしましたけど、コーヒーを楽しむ空間とか空気感とか、バリスタのサービスとか内装とか立地とか、そんな要素でもそのコーヒー屋が選ばれる理由になると思っていて、物自体がどれだけ素晴らしいかっていうことに結構僕らは、まあ日本人はフォーカスしがちなんですけど、それ以上にだと思うんですけどね、まあそのどれだけ心地いいサービスができるか、それが一番体現できているのがパトリシアだと思っていて、でパトリシアのお店はすごいちっちゃいお店なんですよ。でセントラルのステーションの結構割と近くにあって、まあ働く人も出勤前に行ったりとか、そうじゃない人もコーヒー飲みに行く、まあ割といい場所にあるんですが、でもそこからちょっと路地裏に入ったところの、まあ一個隠れたところにあってですね、まあ割と小さめで、店内にお客さんは10人入って結構ギュウギュウになるぐらい、カウンターの中もバリスタが8人いて結構ギュウギュウって感じで、まあ割と基本的に外のスペースに飲んでるんですけど、そのお店はまあそれだけ忙しくて1日1000杯ぐらい出たりするんで、レジに2人いて、エスプレッソマシン、3連のエスプレッソマシンの前にひたすらショットを落としまくってバリスタがいて、ミルクが出てくるジャグがあるんですけど、それでミルク出してスチームしてっていうのをひたすらやって、ラテドリンクを作りまくるミルク担当がいて、でレジとそのバリスタの間に、サービスをする担当の、ポジションがあるんですけど、その人がオーダー見て誰々さんっていう感じでその名前呼んだり、オーダーの内容を見ながら確認して渡しに行く人で、まあ、レジとかこの渡す人のサービス力が僕はすごいズバ抜けてるなと、まあ、勝手に思って、でまあオーナーがそのサービスっていうことをすごい大事にしてるお店だと思うんですけど、まあ例えばこう渡しに行く時の笑顔とか、まあ昨日どうだったとか、今日こうだよねとか、まあこう気軽な話をファッと振って、めっちゃ忙しいんですよ。めっちゃ忙しいから本当数秒でパパッと渡してすぐ戻んなきゃいけない、その数秒の間 のちゃんと会話をして元気にさせて、でその通りすがる人たちにコーヒーどうとかパパッと話して戻って、でこうみんなをこうつなげつつ、みんなの顔を上げる、目線を上げて、みんながあれほどお客さんが、まあ、こう顔を上げている、目線を上げているお店ってそうそうないなと思ったし、まあメルボルンのもう一個の特徴だと思うんですけど、そもそもの街づくりとして公共スペースとして、その道をもっと自由に使っていいよっていう、まあ、街づくりを行っているんで、外のこう道でもうみんな溜まって飲んだりとか、なんならベンチ出したりとか、
全然 OK で、そういう感じで、お店自体は小さいけど、外の方で結構ワイワイ友達同士でコーヒー飲んで喋りながらっていうことをやっていて、本当にね、気の流れというか、エネルギーというかね、まあすごい店だなと思いました。で、それだけ忙しいと、やっぱりコーヒー入れる回数、調整する回数が増えるんで、圧倒的に増えるんで、間のエスプレッソとか忙しい間のバッチブリューがめちゃくちゃうまいんですよ。バッチブリューって機械で入れる、まあ いわゆるコーヒーメーカーなんで、ハンドドリップの方が美味しいだろうっていうふうに日本人は思うかもしれないんですけど、そんだけ何百回何千回と落とし続けた先のバッチブリューって絶対にめちゃくちゃうまいはずで、すぐ出るコーヒーでこんだけうまかったらそれは最高だよなっていうふうに思うし、あんだけこう毎日通いたくなるような空気感のサービスのお店っていうのは、うん、日本にないな、素晴らしいなっていうふうに心から思いました。一番まあ僕がメルボルンだと大好きなお店かもしれないですね。で、もう一個がスモールバッチっていうお店で、これは4年前に行ったお店なんですけど、その時は、ガレージみたいなロースターがあって、そこだけでやってるんですけど、今もそうなんですけど、奥で焙煎してて、手前で豆売りだけやってて、で、久しぶりに行ったら、豆売りの他に、マシンも置いて、バリスタが立ってて、コーヒーもサーブしてるし、ワインのボトルとかビールのボトルとかも売ってて、で、朝行ったんですけど、ちょうどね、なんかもうそこも路地裏みたいなところの静かなところにあるんですけど、日差しがちょうどベンチ、外のベンチに当たって、そこで飲むコーヒーがもう最高だったんですよね。もうあれはね、まあどっちかとワイワイエネルギーがあるような場所っていうよりかは、こう朝スッとこうチャージするのに最高な店っていう感じですね。だから晴れた土日の朝とかに行きたいお店だなっていうふうに思いましたね。本当にあんな風に道を使ってコーヒーを楽しめるっていうのは、まあ日向ぼっこしながらコーヒー飲めるっていうのは本当にいいことだなって僕は思います。結構僕は個人的に朝日光浴したりするんで、まあ、そんな中でコーヒーが飲めるようなお店っていうのはいいなと、まあ思いましたね。で、もう一個、まあマーケットレーンコーヒー、前も動画で紹介しましたけど、まあ、メルボルンのコーヒーシーンを牽引してる、まあ実際にまあ生飴の輸入からやってコーヒーシーンを作っているお店なんですけど、そのお店も、行ってきましたし、その中でも、オフィスも訪問させてもらって、オフィス兼焙煎所という形で、覗かせてもらったんですけど、めちゃくちゃ環境が良くて、もう思わずなんかもう就職したいなっていうふうに思いましたね。危なかった自分の店やってるのに働きたいっていうふうに思っちゃうぐらい、入ったらまずトレーニングルームがあって、その店は一般には公開してなくて、あ、そう、大きい特徴としてお店の前にコーヒー豆の自販機があって、こんな感じなんですけど、まあ、それがすごいこうアイコンとなっていて、お店の中はオープンしてないし、人が立って売ってるわけじゃないんですけど、まあ焙煎した豆の自販機だけやっていて、入ったらトレーニングルームがあって、マシンが置いてあって、そこでトレーニングしたりとか、大会に出るメンバーがそこで練習したりとか、味の確認したりとか、そういう感じをやっていて、その奥にオフィスがあって、これも結構コーヒー屋で、日本でまあオフィスをちゃんと持ってるコーヒー屋ってそんな多くないなって個人的には思うんですけど、ちゃんとアップルのディスプレイがボンってあって、まあちゃんとこう日本のベンチャーみたいなかっこいいオフィスが、まあ狭い空間ですけどバーンって、そこにデザインチームとかバックオフィスチームとか、コーヒーのまあウェブのセールスのチームとかが働いてて、で奥行くと焙煎所になって、焙煎所に行くともう2階3階っていうか上までバーンと吹き抜けの部屋になってて、45キロのでっかい焙煎機がボンって置いてあって、奥には3段のラックがあって、フォークリフトとかで豆を積んでって、まあ、めちゃくちゃかっこいい。パッキングも自動でやって、まあ卸も大きくやってるんで、マーケットレーンといえばもう一番多分メルボルンの市内で卸してるコーヒー、スペシャルティーコーヒーショップだと思うんですけど、卸もロゴ入りのバケツに入れて、そのバケツで、自分たちで宅配をして、届けているという、まあそういう焙煎所になっていて、で上行くと、まあ、隣がマーケットレーンの創設者がマーケットレーン始める1年前に始めた生飴の会社のオフィスにもなっていて、それと上がつながってたりして、カッピングの部屋があったりとか、生飴を保管する部屋があったりとか、生飴チームのオフィスがあったりとか、まあそういった、まあ一つ一棟の部屋になっていて、めっちゃかっこいいし、なんかまあこういう風に集まって働く人たちが、まあ店頭に立たないチームとかもそこに集まって、こう事務作業があるけど、誕生日の日にはみんなで祝い合ったりとか、そういう風にこう一緒にコーヒー好きな人が集まって働きやすそうな最高の場所だなって、自分もこんな場所作りたいなという風に思いましたね。本当にいい場所でしたね。まあお店もね、もちろんコーヒー最高にうまいし、どれだけコーヒーがうまいかっていうのは前のマーケットレーンの動画でお話ししたんで見ていただけたらと思うんですが、まあそんなことを、そんな場所に行ってきて、コーヒーシーンに関して
考えていたというところですね。で、まあお店がなんでそういうふうに4時とか5時に終わるかっていうところとか、まあなぜ仕事前にそんなに人がコーヒー飲みに来るかっていうところなんですけど、まあいろんな理由はあると思うんですけど、大きく、まあ、これはね悲しいことになのか、日本と違うというかね、まあ日本よりある部分っていうところで、やっぱりこう人生としての楽しさとか豊かさっていうことをちゃんとみんな大事にしてるとか意識してるっていうか、まあ日本人が意識してないってわけじゃないんですが、やっぱりどうしても日本だと仕事っていうのが人生の中心にあって、まあ例えばもう本当に朝コーヒー飲みに行く時間ないや、本当その3分5分が貴重っていう感覚結構あると思うんですけど、やっぱり向こうはちゃんとしたオフィスでも4時5時には仕事きっちり終わるし、なんでそこできっちり終わるかっていうと、みんなもう国民全体、そこに住んでる人たちみんなが人生の幸せっていうことを、うん、まあみんな大事に思ってるんで、仕事終わったら帰るのは当たり前で、仕事以外のプライベートの時間を楽しむために人生があるっていうことをちゃんとみんな考えてるんで、まあちゃんと早めに終わって、早めに終わると寝る時間も早いんで、朝早く起きて、で朝から行動できてゆとりがあって、でそういう風に朝のコーヒーの時間っていうのも、まあ、豊かな、まあ、一日を楽しくする時間なんで、それを大事にしてお気に入りの店行って友達とお話してコーヒー飲んで2杯持っていくみたいなことをやっていて、まあそれでお店が閉まる時間も早いし、始まる時間も早くて賑わうっていう感じなんですけど、まあそのね、働き方とか人生観っていうことは容易に、例えば国ごとに地域ごとに変えるっていうことはめっちゃ難しいと思うんですが、うんね、難しいんですが、やっぱいいよな、そうだよなって僕は思ったし、そういった、なぜこう美味しいコーヒーがこれだけ飲まれるんだろうっていうことの一つのサービスで、もう一つのその人生観というか幸せへの、まあ、意識というか、そんなことを、まあ、美味しいコーヒー飲みながら体感できるって意味でメルボルンに行く意味はすごいあったし、そんな場所で、まあ、ワーホリーをしたりとか、スチューデントビザ取って現地で働いたりする日本人の人とか、海外からの留学生とかもいたりして、すごい恵まれた、コーヒーにとって、もしくはコーヒーを通して何かを得ることに関してすごい恵まれた環境だなっていうふうに僕は改めて思いました。もちろんコーヒーはバチバチにうまいんですが、まあでも美味しさだけで言ったら日本の美味しさももう負けてないっていうか世界一レベルだと思うんで、まあそこだけじゃないっていうところですよね。そんな感じのコーヒーシーンですね。そしたら、後半は、まあ日本のコーヒーシーンどう思うかっていう話をしていこうかなと思うんですが、コーヒー入れながらお話していきたいと思います。パトリシアのエチオピアのコーヒーを買ってきたので、これフィルター用のローストなんですけど、フィルターって書いてありますね。ドリップ用っていうことですね。エスプレッソ用の豆もあるんですけど、これを、シャレっていう、精製所の豆ですね、入れながらお話していこうかなと思います。めっちゃいい匂いすんな。うん、みんな大好きなエチオピアだな。 14g 測ってドリップしていきたいと思います。よし、じゃあこれを粉に引いていきます。はい、これでお湯も持ってきてケトルに移してドリップしていきたいと思います。これレシピはいつも通り、僕は 14g の豆に対して230のお湯でドリップしていきます。フィルターをセットして、最近家だとね、このドリッパーは折り紙ドリッパーを使って、今はこれを気に入って使っています。まあ、皆さんやるときは何でもいいですけどね。湯通しをして、でお湯を捨てて、うん、めっちゃいい匂いすんな。ちょうど焙煎日から今日で2週間ぐらいです。平らにしてドリップしていきたいと思います。で、お話ししていくのが、日本のコーヒーシーンじゃどう思うか、そんなお話を、まあ、メルボルン見てね考えていたんでちょっと話していこうかなと思うんですが、まあメルボルンはね、さっきお話ししたみたいにすごいこう杯数が出て気軽に楽しむっていうコーヒー文化が根付いているのかなと。で、一方で日本はすごいこういい意味で、これほどまでにみんながそれなりに美味しいコンビニコーヒーとかにアクセスできる状況になっているっていうのも珍しい、素晴らしいことだと思っていて、まあその大きな違いはあるかな。メルボルンはやっぱりそういうコンビニコーヒーは一応あるっちゃあるけど、まあ、日本ほどしっかり普及はしていなくて、で
そんなにたくさんどこの町の角行っても同じようなクオリティのコンビニコーヒーが入れたてで楽しめるっていうレベルには普及してないんで、そこがまあ日本の便利さというかすごい進歩なのかなと思うんですが、まあ、やっぱコーヒー好きな僕からすると、まあ、コーヒー屋で楽しむ機会を増やしたいなと思ってはいて、で、まあ、その中で、まあ、どっちがいいとかね悪いとかそういうわけじゃないと思うんですよ、まあ、優劣っていうわけじゃ全くないと思っていて、まあ、それぞれの町それぞれの文化に対して独自に文化が発展してコーヒー文化が発展してるだけなので、あのいい悪いってわけじゃないんですけど、日本のコーヒー屋としてのやりやすいところは豆売りが日本の方が僕はしやすいなと思ってはいます。それはハンドドリップが日本だったら例えばオーダーの半分ぐらい、なんなら半分超えるようなお店も全然あると思うんですよ、ぐらい浸透していて、それはすごいこと、まあ、メルボルンは逆にバッチブリューっていうすぐ出るコーヒーでみんな楽しむっていうのはあるかもしれないけど、これだけハンドドリップでみんなが楽しめるっていうような国はない、こんだけ浸透してるのはないと思うんで、それすごいことだと思うし、みんながドリップの入れ方を知ってたりとか興味持ってたりとか何かしらの器具はみんな家に持ってるとか、そんな感じでお店に来てくれると、じゃあドリップこのレシピでやったら美味しいですよっていう感じで豆をそのまま買っていってもらいやすい、家でも楽しんでもらいやすいっていうのは圧倒的に、まあ特にロースターとしてね豆売りをする立場からすると、まあ大きい武器なのかなと日本に関しては思いました。でその中でじゃあどんな要素が日本でコーヒーやっていく中であったらいいかって思うと、まあそれはね、一つは職人気質をいかに、まあそこだけじゃないよっていうふうに思えるかというか、結構日本人は職人気質が強いと思うんですよ。でもすごいコーヒーを美味しく作らなきゃっていう、まあすごいストイックで、もうそのパワーは本当に計り知れないし、世界一レベルだと思うんですよ。だからコーヒー屋行ってコーヒー頼んで出てくるコーヒーは本当に世界一レベルに、僕は素材もいいし焙煎も素晴らしいし抽出も素晴らしいと、そんな国だなっていうふうに誇りに思うんですが、一方でまあ今回前半にもお話したみたいに、一杯のコーヒーが美味しい、もちろん美味しいんだけど、それ以外の要素でお客さん、それ以外の要素も含めてお客さんはそのお店にを選ぶ理由を作っていたりとか、そのお店で満足しているっていうことが確実にあるので、例えば日向ぼっこしながらコーヒー飲めるからここ来る、朝の静けさがいいからここの店行く、あの店のサービスエネルギーがいいからあの店行くっていう理由でもコーヒー屋を選ぶ理由にはなっていて、その要素かなり大事だなと思うし、もうコーヒーが美味しくできている日本においてはその要素をどんどん取り入れて、いかに心地いい馴染むお客さんがまた行きたいなと思えるようなサービスをするお店ができるかっていうことを、まあもっと意識できるともっともっと浸透できるかなと。まあ僕はもしお店をもっと、これから増やしていく作るっていう風になったら、サービスをめっちゃ頑張る、まあそのなんかね真面目にやるっていうよりかはフレンドリーに気軽にこうみんなの肩の力を抜いてもらって、メニューも超選びやすくして、豆何種類でこれがこんなフレーバーとかじゃなくて、ブラックだったらこれがおすすめですみたいな感じ、もう1個2個ですぐ出る感じで、どん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 、まあ活気よく気軽に日常に取り入れてもらえるような体験も、まあ、まだできるんじゃないかなと僕は思ってる派なんですよね。まあ、それが例えばじゃあ働き方がそもそも違うから、そんな風に早く出る美味しいコーヒーを作ったとしても、サービスがすげえいい心地いいコーヒースタンドを作ったとしても、そんなに来るお客さんの数、来れるお客さんの数はそんな変わんないよっていう事実も、もしかしたらやってみたらあるのかもわからないんですが、僕は まだそのロマンを捨ててないというか、できる、まあそういった要素は少なからずプラスに働くんじゃないかなとも思ったりしてるんですよね。だからそのハンドドリップで一杯ずつ素晴らしいコーヒーを作っていって、そのコーヒーの違いが分かってくれる人にその魅力が伝わるっていうお店の設計っていうことが、最終的な日本でできる形なのか、あとは気質的にやってるコーヒー側の立場からしてそれがやってて楽しいからやっているだけなのか、一つの生存戦略としてお店の方針として、まあそういうふうに美味しさで、まあ魅力を伝えて豆を売るっていうことがお店が存続していくやり方だからそうしてるのか、まあいろんなこう理由があると思うんですが、でもやってみないと分かんないし、確実に事実として飲食店なんで、サービスのお店なんで、接客サービス居心地、お客さんがまた来たいなってどう思えるかっていう意識はもっと持った上でお店を作っていきたいなと僕は思いました、個人的にね。だから今いろんな形があっていいと思うんですが、メルボルンに行って得た刺激はそんなところを僕は感じたという感じですね。
コーヒーできたんで飲んでいきたいと思います。パトリシアのエチオピアです。いただきます。うまいですね。1回目の抽出でちょっと抽出時間伸びちゃったんですけど、かなりクリーンで華やかでしっかり甘くて美味しく落とせたと思います。うまいうまい。パトリシアでバッチブリューで飲んだ時の方が圧倒的に美味しかったの。もっとみずみずしくてクリーンでジューシーだったんで、まあでもそういう意味でも人の手で入れて、まあもちろん調整の余地はあるんですけど、機械抽出でバチバチに調整したコーヒーって全然うまいんですよね。それで早くてうまかったらもうそれでいいんじゃないかなとも思ったりはするんですよ。で、まあその辺で考えると、まあさっきの日本のコーヒーシーン、じゃあ比較してどう思うかっていう話の続きなんですけど、ちょっと今日の動画は長くなっちゃって、まあ見てきたことへの熱量が僕が溢れすぎちゃって長くなっちゃって、申し訳ないんですけど、なんですけどコーヒーの値段、まあ、これについてもちょっと考えてもいいんじゃないかなと思いました。っていうのは、まあもしね、まあ深く考えようと思ってなんか思ったことが別であればまた別の動画にしたいと思う、コーヒーの値段に関しては思うんですが、向こうでだいたい時給が、最低時給っていうのがメルボルンでは設定されていて 21.38 オーストラリアドル、これが2022年の9月現在の、最低時給なんですけど、でコーヒー一杯の値段がこれでも値上がりしてて、僕が前行った時は 3.8 ドルとかそのぐらいだったと思うんですよ。でも今行ったらバッチブリが 4.5 ドルとかで、ラテが 4.8 ドルとかそんな感じなんですよ。 4.5 ドル 4.8 ドルぐらいが一杯の値段で、これは時給の、最低時給の4分の1ぐらいですかね。日本だったら東京の最低時給が10月から改定されて1072円になってると思うんですけど、一杯のコーヒーの値段、だいたいラテもドリップも500円ぐらいだと思うんですね。普通に気軽な店でも。そうするとだいたい最低時給の半分ぐらい。だから4分の1で飲めるのと半分ぐらいで飲める日本っていうのでも大きいギャップがあるし、あと生活必需品、生活コストと比べても、メルボルンはその時給が高い分物価がもちろん高いんですけど、それと比べてもコーヒーの値段は安いと思うんですよ。っていうのは、例えばビッグマックって結構その、エリアのその国の、生活水準の指標としてビッグマック指数っていうふうに言われたりするぐらい指標になってると思うんですけど、それで言うとオーストラリアのビッグマックの値段が 6.4 かな、 6.4 オーストラリアドルで、で日本がまたちょっと値上がりしたと思うんですけど、それでも今、410円になっていて、で大体コーヒー1杯の、まあ、4.5 ドルぐらいっていうのは 6.4 ドルの大体 75% ぐらいなんですね。だからビッグマック1個の値段の 75% ぐらいがメルボルンのコーヒー1杯の値段。で、東京だったら、まあ、410円に対してコーヒー1杯が500円なんで、ビッグマック1個の値段の大体 120% ぐらいがコーヒー1杯の値段っていう形で、ビッグマック1個の 75% の値段で飲めるメルボルンに対して、ビッグマック1個の 120% の値段でコーヒーが飲める日本っていう形でも、やっぱコーヒーの値段ちょっと日本、まあ、特にスペシャルティーコーヒーで言ってるんですけど、割高なのかなと思ったりします。まあその分コンビニコーヒーがめっちゃ安いんで、そこがすごい便利だし、まあまあそこと比べてもあれなのかもしれないですけど、まあそういった楽しめるコーヒーの価格、スペシャリティで言うと、ギャップがあるなと思って、それで言うとやっぱり日本はもっと便利なコーヒーがたくさんある分、スペシャリティコーヒーっていうのをまあその対極に寄せていくというか、付加価値をつけてよりその価値を伝えるっていう方向性にコンビニコーヒーとか缶コーヒーが普及しすぎてるおかげで行かざるを得ないから、まあ、それで丁寧な接客性、丁寧なサービスをして、よりまあ500円、600円、700円取っていこうっていう方向になっているのかな。それはまあ致し方ないのかなと思ったりするんですが、一方で、まあ、例えばスペシャルティーコーヒーを売ろうって日本で思った時に、いやコーヒー一杯の値段でもう牛丼大盛り食えんじゃんみたいな風に思われちゃう要素もあると思うんですよ。すごいこう、たしなむものだなっていうハードルの高さが、この、まあ、時給とか、あとは、まあ、ビッグマックみたいな生活必需品のコストと比較しても、コーヒーが比較的日本割高なおかげで、まあ、そう感じさせてしまうハードルの高さっていうのが少しあって、そうなると、まあ、これはどっちが先かなのかわかんないんですけど、だからコーヒーの値段が高いから、限られてしまうお客さんになってしまうのか、そもそも日本だったら、そんなにこういった酸味があったりとか個性があるコーヒーを楽しむ人は少ないから値段を上げていかないと生存できないっていう、どっちが先なのか鶏卵の話になっちゃうんですが、メルボルンも逆に値段が
最初安いところからスタートしてるからお客さんがこんだけついてるのか、お客さんがたくさん、まあ、コーヒーを楽しもうってしてるような、ライフスタイルだったり意識だったりするから値段がを安くしても成り立つのか、どっちかわかんないんですけど、でもまあそれに比べても日本のコーヒーの値段、スペシャルティーコーヒーでももっと気軽にパッと出すスペシャルティーコーヒーで値段が低いっていう、まあコンビニコーヒーとハンドドリップの丁寧なコーヒーの間みたいなポジションがもっと生まれてもいいんじゃないかなっていうふうには思って、僕はまあそういうお店を作りたいなっていうふうに思いました。で逆に一杯ずつお客さんのことを思ったりして豆選んで、でまあそういった機械で入れることの限界を超えて美味しくなるようなハンドドリップのコーヒーを出すんだったら、もっともっと値段を上げて、まあ手間もかかるし、だってドリップ1杯500円とラテ1杯500円だけど、作る間の時間は全然違って、ラテは30秒1分ぐらいできるのにドリップは3分5分ぐらいかかるので、人件費も、まあ、違ってくるんで、そういう意味でもドリップ1杯の値段っていうのは手間かけて美味しくする分、まあ、もっと価値をお客さんに伝えていったり値段を上げていってもいいんじゃないかなとも、まあ、メルボルンのコーヒーシーン見ての感想ですけど、そう思いました。もちろんそうじゃない、いろんな国があるし、いろんな地域があるし、いろんなその地域に対してのコーヒーシーンのあり方があるんで、まあこれが正解なんて分かんないしね、やってみないと分かんないですけど、なんかそういうでも可能性と現状っていうのをなんとなく僕は思ったかなっていうところですね。だからまあメルボルンがすごいコーヒー飲まれてるから、じゃあもうメルボルンでいいやとか、メルボルンに行けばいいとか、そういうわけじゃなく、日本では日本なりのやり方でもっと美味しいコーヒーをみんなに知ってもらう手段が、僕たちが今やってない方法であるなって思ったんで、僕はすごい期待と希望を持っていて、もっとコーヒーやりたいな、伝えたいなというふうに改めて決心したという、そんな旅だったんですね。まあ、そんな風にいろんな刺激をもらえる、まあ、日本にはないコーヒー文化がある街なので、ぜひ、まあ、もうちょっとねコロナが明けて、帰国する時の入国もしやすくなっていったら、まあ、直行便でもっと LCC が飛んでいったりしたら、皆さんもぜひメルボルンに行ってコーヒー飲んでみてもらえたら、面白いかなと思っております。はい、そんなところで今日の動画ちょっとね長くなっちゃって熱く話してしまったんですが、メルボルンのコーヒー史のお話と、あとはそれを見て日本のコーヒー文化どう思うかっていうお話を、してみました。でもう一本、まあメルボルンについてお話ししようと思っていて、ワーホリについて、やっぱねワーホリすごいいいなと思うんで、まあちょっとメルボルンのワーホリってどんな感じなのかっていうのと、まあメルボルンワーホリの勧めっていうところで、もう一個動画を作りたいと思ってますので、そちらもぜひ見ていただけたらと思っております。そんなわけで、長いお話聞いていただいてありがとうございます。一部のコーヒー屋さんの、まあ、海外発送してないお店もあるんですが、日本からも送料かけていけば、メルボルンのコーヒー屋さんのコーヒー、特にマーケットレーンとかね、ぜひ買っていただけたら、買えるお店たくさんあるんでぜひ買って楽しんでいただけたらと思っております。そんなわけで一緒に日本でもコーヒーを楽しんでいきましょう。